嫁のくせに仕事ばっかりしてんじゃないよ。またその話ですか、お母さん。仕事中にそういうラインを送ってくるのはやめてください。何度でも言わせてもらうわ。嫁っていうのはさっさと家庭に入って早く子供を産んで家事を完璧にこなすべきなのよ。仕事が好きなので結婚しても続けるっていう話を散々したと思いますけど、渡るが納得しても私は認めないわよ。あなたがいつまでも仕事をしていたら孫の顔がいつ見られるかわからないじゃないの。子供のことも渡ると話し合ってもう少し経ってからって決めてるんです。もう少しって明日？子供みたいなこと言わないでくださいよ。いつになるかわかりませんし、案外すぐかもしれませんし、何年後かもしれませんし。早く子供を産んでくれる嫁が来てくれたらよかったのに、なんであんたなのよ。それはすみません。もしかしたら妹さんの方が早く産むかもしれませんね。ゆうなが？それはどうかしらね。子供欲しいって言ってましたよ、ゆうなちゃん。ゆうな、子供を産む以前の話でしょ。え？なんでもないわ。最近ユーナが忙しいって言って連絡まともにくれないのよ。そうなんですか。確かに忙しそうですね。一人暮らしするのはずっと反対してたのに急に出て行っちゃうんだもの。私あの子がいないと寂しいわ。ユーナちゃんのこと大好きなんですね。そりゃそうよ。今まであの子が連れてきた彼氏を全員蹴散らしてきたくらいあの子が大切なの。蹴散らすって何したんですか。偽のお別れの手紙を書いて渡したりだとか、ユーナが浮気してるって噂を流して別れさせたりとか。うわ、最悪だ。ユーナが完璧な男を連れてきたらこんなことはしないわ。でもあの子に似合ういい人を連れてこないんだもの。だから私がセコムするしかないでしょ。ユーナちゃん、それを嫌がってると思いますけどね。は？あの子に暴れないようにやってるから問題ないわ。そうなんですかね。あんた、まさかユーナと頻繁に連絡取ってるんじゃないでしょうね。そりゃあ年も近いですし、一応義妹なのでいろんな話をしたりしますよ。ユーナと仲良くなったって私があんたを嫁として認めるのとは別問題だからね。分かってますよ。ただ趣味も話も合うので自然と仲良くなれただけです。あ、そう。っていうか、どうしたら私を嫁だと認めてもらえるんでしょうか。まず仕事を辞めること、すぐに子供を作ること、家事を完璧にこなすこと、私のマッサージを朝昼晩すること。上から3つまでは分かりますけど、最後のは何です。姑をいたわることは嫁の大事な職務でしょ。しっかりやってくれないと困るわ。嫁と認めてもらえる日が来ない気がしてきました。そうよね。その時は離婚してもらうから大丈夫よ。っていうか、今離婚してくれてもいいんだけど、そしたら私が渡るの新しい相手を探してくるから。どうしてそういうことを言うんですか。渡るの帰りは遅いし、あなたと二人で家にいるのが億劫なんだもの。そしたら逆に、仕事辞めたら日中ずっと二人でいることになりますけど、いいんですか。あなたが家で家事をしっかりして留守番をしているなら、私は毎日どこかに遊びに行けるもの。今でもちゃんと家事やってますよ。まだまだ不完全よ。ちゃんとやってくれたら、私は毎日遊びに行けるんだから。でもそのお金、うちの生活費から出るんですよね。うるさいわね。それくらい世話しなさいよ。私はもうすぐ還暦なんだからね。お母さんを見ているとお父さんに逃げられたわけがわかる気がします。失礼ね。逃げられたんじゃなくて私が捨てたのよ。まったく。そうですか、失礼しました。とにかくさっさと仕事を辞めなさい。できないのなら離婚してもらう。離婚って、それを決めるのは渡るさんでしょう。お母さんは渡るさんの幸せを全く考えてないと思います。それはあんたの方でしょ。自分が嫁入りできたことを感謝すると同時に申し訳なく思った方がいいわ。めちゃくちゃな姑だ。あまりにめちゃくちゃな姑なので本音が出ちゃいました。私は綾香、29歳で会社員として働きながら主婦をしています。1年前に渡ると結婚し、それと同時にお母さんと同居することになりました。最初はそこまで口うるさくなかったんですけど、だんだんめちゃくちゃになっていって、今はこんな現状です。とうとう離婚を勧められる始末。渡るに相談するとちゃんと受け止めてくれて、お母さんに話をしてくれるのですが、聞く耳を持たないみたい。ストレスが溜まって爆発する前にどうにかしなければ。そう思っていたある日、姑がとんでもない行動に出たのです。あんたと渡るの離婚届用意しといてあげたから。え、どうしてですか。
ニートの嫁なんかうちは必要ないのよ。え？仕事をクビになったくせに新しい就職先も探さないニート嫁なんてうちには必要ありません。え？待ってください、クビになんてなってないですよ。最近ずっとうちにいて部屋にこもってパソコンをいじってるでしょ。今日はどこかに出かけてるみたいだけど。いやお母さん、勘違いしてますよ。みっともない嫁だこと。金を納められないなら早く出て行きなさい。そんなの勝手すぎます。っていうかお母さん、あれだけ仕事辞めろって言ってたくせに結局離婚とか言い出すんですね。仕事は辞めても金を納めてくれないと困るの。はい、働かないとお金っていうのはもらえないんですけど。仕事もクビになる、態度も悪い、子供も産めない、そんな三拍子のあんたを誰が必要とするっていうの。だから仕事クビになってませんって。ゆうなちゃんの結婚式の準備で有給取ってるんです。え？準備を手伝ってほしいって言われてて、有給もずっと使ってなかったから一気に消化しちゃおうと思ってここ最近休んでいたんですよ。いや、あの、ちょっと待って、ゆうなの結婚式、え？招待されてないんですか？招待も何も、あの子、彼氏がいたの？知らなかったんですか？話を聞くに3年前からお付き合いしていたそうですけど。そんなの聞いてない。私と住んでた時から付き合ってきたってこと？そういうことになりますね。また邪魔されると思って内緒にしてたんじゃないですか？あの子、私が別れさせたのやっぱり知ってたの？そうみたいですよ。だからって結婚のことも連絡しないってどういうことなの？普通は親への挨拶が常識でしょ。婚約者は何をしてんのよ。私はそんなやつ絶対婿とは認めないわ。何をしても婿と認めないくせに何を言ってるんですか。認めてほしいならまずは挨拶からでしょ。ゆうなちゃん、お母さんと縁を切るつもりだと話していましたよ。え？私と縁を切る？今まで育ててきてもらった恩はあるけど、離婚したお父さんへの態度も納得いかないし、過保護、過干渉がひどすぎてもう耐えられないって。そんな、私はゆうなの幸せを思って今までやってきたのよ。お父さんだってこれはゆうなの人生なんだから自由にさせろとか言っちゃって、その方がおかしいでしょ。あなたのやっていることはただのエゴですよ。お父さんの方がよっぽど思いやりがあると思います。今でもゆうなちゃんの相談に乗ってあげたり、今回の結婚式だってお父さんが支払ってくれるそうです。ああ、お父さんと会ってたの？なんでよ、なんで私に言わないのよ。嫌われて当然のことをしているからですよ。どこが、私は子供のことを思って。そう言いますけど本当は自分の思う通りにしたいだけでしょ。え？わたるさんだって私と一緒にいて幸せだと言ってくれています。それなのに無理やり別れさせようとする。ゆうなちゃんだって同じです。好きな人を連れてきてもすぐに否定される。あなたは自分の子供が誰かに奪われることを恐れていただけです。二人の幸せなんて一切願ってないんですよ。そんな、だって私は二人の母親なのよ。だから何ですか、二人の母親らしいことしてますか？母親らしいこと？私もお母さんと一緒にいるのはきついです。だから同居を解消しようと思っています。わたると離婚するの？バカなこと言わないでください。離婚はしません。私とわたるはその家を出ていきます。あ、何勝手なこと言ってるのよ。私を一人にするなんてわたるが許さないから。実は今わたると一緒にいるんです。今日はわたるも有給を取ってこれからゆうなちゃんと婚約者さんと4人で食事をする予定なんですよ。なんですって？この LINE を見ていてわたるも限界が来たって言ってます。ただ家から追い出すのはかわいそうなので私たちが出て行こうという話にまとまりました。ちょっと待ってよ、私は2人の母親よ。家族なのよ。無償な愛でつながっているの。家族だからって無条件に愛せるわけじゃないんですよ。ひどいことをされたら嫌になるに決まってます。そんな、私これからどうすればいいの。一人ぼっちになっちゃう。自分の行動で一人になるんですから反省したらいいんじゃないでしょうか。稼ぎもないのよ。家はあるけど食に困るわ。働き先頑張って探してください。もう58歳なのに。還暦になっても働いている方はたくさんいらっしゃいます。何の言い訳にもなりませんし同情もしませんよ。お願い、そんなこと言わないで、私を一人にしないでよ。もう離婚しろだなんて口うるさく言わないわ。信じられません。孫がいたら育児を代われとか言い出すんでしょうし。え、孫できるの？実は先日検査したら赤ちゃんができていました。
安定期に入ってから報告しようと思っていたのですが、もう関係ないので言いますね。孫がお腹にいるって知っていたら離婚しろだなんて言わなかった。もう少し落ち着いてからとも思っていたんですが、私たちもそろそろということで、ゆうなちゃんのこと同い年ってことになりますね。え、ああ、ゆうなちゃんもこの間妊娠が発覚したんです。嘘でしょ、一気に孫が二人に。おばあちゃんにはなれませんけどね。孫は抱かせてもらえないの？そうですね、合わせる気はありません。ゆうなちゃんも同じ気持ちだと言っていました。そんな、私もっとあなたに優しくしたらよかった。ゆうなのことも思いやってあげたらよかったわ。永遠に会わないわけじゃありません。お母さんが本当に心を入れ替えたらまた会えるかもしれません。なので反省してください。本当にごめんなさい、私が間違ってました。そうですね、それではこれから4人で食事なので失礼します。食事が終わったら帰ってきて、話がしたいわ、謝りたいの。わかりました、帰ったら話し合いましょう。4人での食事が終わった後、家に帰り、夫と姑と私で話をしました。お母さんは反省していると言っているものの、人はすぐに変われないと思うので同居は解消することに。いつかお母さんがいいおばあちゃんになって孫に会えることを願っています。それまでにうちの子が元気でいられるように頑張って育てていきたいです。